かえひろみの新曲発表。かえひろみのせーの、かえ玉。すごくないですか、このかえひろみの替え玉で新曲発表しちゃうんだよ。しかも先行で、一体どこで発売するかわかんないけど、先行で紹介しちゃうんだから。このかえひろみの替え玉祭り、2月17日に東京カルチャーカルチャーで行われるんですけれども、そこで初のライブをしたいなと思って、かえちゃん今2曲制作中ということで、とりあえずね、まず1曲のイントロができましたので、こちら聴いてください。結構ノリノリな曲です。ここ手拍子ね。まあこんな感じの曲調にはなっているんですけれども、このような曲調で、まあかえちゃんがね、歌詞をそこに当て入れてやっていく歌を1曲ちょっと楽しみでしょう。今回の曲はですね、まあ1曲目はやっぱこうアドベンチャーっていう感じの曲にしたいなと思って、こう一人でこう散歩しながら、いろんな発見、いろんな出会いが起きていくわけじゃないですか。まあそれは人生ともども毎日そうなんですけれども、そこで出会った一期一会の出会いだったり、いろんな新しい発見を全部この一曲にまとめちゃおうという、一緒に冒険している最中だよっていう曲をね、ちょっとみんなで歌いたいなと思っていて、でまあだからこそこう毎日散歩していろんな出会いがあるからこそ、ぐるぐるいろんなとこ回ります、いろんな道ぐるぐるします、だからこそ1年毎日ジングルベルだなっていうね、本当に毎日がジングルベルのようなこう愉快な曲になっていると思います。でここでね、ちょっとみんなにお願いしたいのが、まあ、こうみんなと掛け合いをするような場所を作りたくて、こうみんなにはもうちょっと替え玉祭りではもう声を欲しいんですよ、帰ってくる声が。だからそこをちょっとこの替え玉で練習したいなと思って、ちょっと今日はそこまで練習みんなと一緒にしたいなと思います。まあ、もういいかいっていうことに対して、みんなまだだよだけ返してもらえればいい。もういいかい、まだだよ、なんとかいい、まだだよっていう感じで、その掛け合いをねしたいんですけれども、それではちょっと一回みんなと一緒に、ちょっとかえちゃんもね、歌詞まだ制作中の段階でみんなに相談してるので、ちょっとこれは歌詞を見ながらいきたいと思います。まだだよが7回、もういいよ8回目ね。 OK、 いきますよ。アドベンチャー、みんなで一緒に歌いましょう。でこの後から手拍子入れてもらいたいと思います。せーの、いいよ、練習しましょう。よっ、ちょっと歌詞確認しながらいくよ。アドベンチャー、出会いと発見、断然面白い方はこっち、突然走出す気分はフリースライド、ドライブ鳴らす車スピーカー、ぐる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 、1年毎日ジングルベル、夏でも冬でも楽しんでる方がいい、いつでもシンプルです、もういいかい、もうそろそろいい、ちょっと笑わせないで、もうちょっといい笑いよ、もういいかい、笑よ、いやもういいでしょ、ノーサンキー、ね、ちょっと本当に勘弁して、もういいかい、ちょっと待って待って待って、もういいかいで最後でうんって言われると次サビ行きたいのよ。サビ行きたいからサビ行けなくなっちゃうし、途中3回目ぐらいでさ、ちょっと笑わせないでの後にマーライオンって言ったでしょ、ちょっとみんなこれ見習っちゃダメ。オッケー、まだだよでいいからね、みんなはまだだよ7回で8回目もういいよって言ってくださいね。これちょっと替え玉祭りでほんと初めて実践するから、こうみんなと一緒にちょっとできるようにしたいから、今度は完璧にお願いしますよ。それじゃあ練習スタート。かえひろみの新曲替え玉祭り向けて作りましたアドベンチャー、聴いてください。手拍子、よし、いいよ、ここまでいいよ、ここまでいいよ、いきますよ。アドベンチャー、出会いと発見、断然面白い方ならこっち、突然走り出す気分はフリースライド、ドライブ鳴らす車スピーカー、ぐる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 、1年毎日ジングルベル、夏でも冬でも楽しんでる方がいい、いつでもシンプルです、もういいかい、あ、あらべろ、もうそろそろいい、
ちょっと笑わせないで。もうちょっといい加減に。もういい。ちょっと本当に。もういいかい？もういいよ。オッケー。これでサビいけるわ。みんなオッケー？カエル祭りでマジでこれでっかい声でまだだよまだだよって言って行きましょうね。オッケーかな？練習できたかな？ここで一句。歌うなり初めてばかりでアドベンチャー。ありがとうございます。ちょっとね、かえちゃんの作詞が一体このかえだ祭りでどうなるか、そしてみんなとのまだだよのこの掛け合いがかえだ祭りで一体どうなるか、こうご期待。2月17日開催のかえだ祭り、渋谷東京カルチャーカルチャー19時半からお待ちしてます。皆さんぜひ遊びに来てください。新曲も売っちゃうぞ。